アルファ磁気分光器は国際宇宙ステーションに搭載されている素粒子物理学の実験装置である AMS-02 とも呼ばれる。宇宙船を測定し様々な種類の未知の物質を調査することを目的に設計されている。この実験によって宇宙の構造がより明確にされ暗黒物質や反物質の性質を解明する手がかりになることが期待されている。 代表研究者は、ノーベル物理学者のサミュエルティンで、機体の最終試験はオランダにある、欧州宇宙機関のヨーロッパ宇宙研究技術センターで行われ、2010年8月に、フロリダのケネディ宇宙センターに搬送された。当初は、同年7月のスペースシャトルエンディバー号の最後の飛行となる ST、STS-134 で打ち上げられる、予定であったが延期され、 AMS-02 を乗せた STS-134 は2011年5月に打ち上げられた。AMS-02 の初期観測報告は2013年4月3日に行われ、宇宙船の中から暗黒物質の証拠を検出した可能性があると発表した。しかし、他の天文現象であった可能性も残っているため、引き続き観測。 分析を続けて明らかにしていくとした。アルファ時期分光期の企画を提案したのは、マサチューセッツ工科大学の素粒子物理学者、サミュエル・ティンである。提案時期は、超伝導超大型加速器の建設計画が中止されてから間もなくのことで、1995年に提案は承認され、ティンは代表研究者となった。1998年、 STS-91 に搭載されている AMS-01AMS の原型は、ティンが指揮する国際協会によって作られた簡略型の AMS-01 検出機であった。AMS-01 は1998年6月にスペースシャトルディスカバリーで打ち上げられ、目標だった半ヘリウムの発見には失敗したものの、検出機が 宇宙空間で機能することは証明された。なお、この計画はシャトルが宇宙ステーション、ミールとドッキングする最後の飛行となったもので、左の写真はミールから撮影されたものである。STS-91 でシャトルに搭載された AM、AMS-01 の拡大写真ジュネーブで、組み立て点検される AM、AMS-02 原型の飛行が終了した後、ピンは、 直ちに完全装備型の AMS-02 の製作に取り掛かった。この研究にはエネルギー省の支援のもと世界16カ国から500人の科学者と56の機関が参加した。AMS-02 が必要とする電力は通常の宇宙船ではまかないきれないほど大きなものであると考えられるため国際宇宙ステーション外部のトラスに取り付けて ISS の電力で稼働するように設計された。コロンビア号空中分解事故の後再開された宇宙開発計画では、AMS-0 には国際宇宙ステーション組み立て順序 UF4.1 に従い2005年に ISS に設置されるはずだったが、技術的困難やシャトルの飛行予定の変更により、予定は大幅に遅れ、一時は打ち上げの目処が立たない状態にもなった。 最終組み立て試験は、セルンがあるスイスのジュネーブで行われた。同期間の粒子加速器が発生した強力な、隠しビームの照射試験を受け、実験は成功裏に終了した。その後本体は2010年2月16日に、オランダのヨーロッパ宇宙研究技術センターに送られ、熱真空試験、電磁両立性試験、電波障害などの試験を受けた。熱真空試験を行った。 結果、超電導磁石を冷却するのに十分な極低温を保てない問題が明らかとなった。オバマ政権は ISS を2015年以降も延長して運用することを計画しているため、運営本部は AMS-02 で使用が予定されていた超電導磁石を AMS-01 で使われた常電導磁石に交換することを決定した。常電動は 磁場は弱いが、ISS 上での運用期間は、超電動の3年に対し10年から18年にまで延長できる。このことはデータを収集する上で、実験の感度を高めるための重要な要素になると考えられている。AMS-02 のシャトルへの搭載、発射、宇宙空間での展開等に関する活動を運営しているのは、 テキサス州ヒューストンにある NASA のジョンソン宇宙センターに本部を置くアルファ磁気分工期計画局である ISS 上部内側搭載物設置位置に取り付けられる AMS-02 のコンピューターグラフィックス画像 AMS-02 は国際宇宙ステーションの利用補給フライト STS-134 ウルフ6で運ばれて ISS に設置された貨物室からは シャトルのロボットアームを使って取り出され、ISS のロボットアームに手渡された後、統合トラス構造上部に取り付けられた。1999年に AM、AMS-01 の飛行が成功した時、2003年に予定されていた AM、AMS-02 も含めると、計画にかかる費用は、総額で3300万ドルになると予想されていた。だが2003年に、 コロンビア号空中分解事故が発生し、また AMS-02 の製造に数多くの技術的困難が見出されたことにより、コストは15億ドルにまで膨れ上がった。この膨大な経費は厳しい避難の対象となり、AMS-02 の実現が危ぶまれた時期があった。建築核は一連の建築機から構成されていて内部を通過する放射線や 粒子の様々な特徴を測定する。感知できるのは上部から下部に向けて通過した粒子だけで、それ以外の角度から入射したものはすべて弾かれる。上下に配列されている機器は以下のものから構成されている。AMS-0 には ISS に観測機器を設置して宇宙から長期間にわたって宇宙船を精密に観測することで、 半物質や暗黒物質を探す研究を行い、宇宙の起源に関する理解を深めるのが目的である。我々の住む銀河系が物質で構成されていることは実験的に検証されており、観測可能な宇宙の中に存在する100億個以上の銀河も全て同様の物質で構成されていると考えられている。一方、ビッグバン理論では宇宙誕生直後に 物質は同量の半物質と共に対生成されたと考えられている。これまでの観測結果では半物質は自然界ではほとんど発見されておらず、なぜこのような不均衡が存在するのかは CP 対称性の破れにより説明される。このため、半ヘリウム原子核を直接観測し、現在の宇宙における物質と半物質の存在比を知ることができれば、 ソリューシロンや宇宙初期の様子を知るための手がかりとなり得る。1999年の AMS-01 による観測で宇宙全体のヘリウムと半ヘリウムのリュータ束比は感度限界の16より小さいことが確かめられた。AMS-02 では感度限界を19まで押し下げており半物質の存在比が解明されることが期待されている。 宇宙を構成する要素の比率。星などの物質はわずか0.4%で、3.6%は、星間ガス、その他の22%を暗黒物質、74%を暗黒エネルギーが占めている。星などの観測可能な物質の量は、多くの観測結果から計算すると、宇宙全体の質量の5%以下を占めるに過ぎない。 残りの95%のうち20数を暗黒物質、70数を暗黒エネルギーが占めていると考えられている。両者の性質は未だに明らかでないが、現在のところ暗黒物質の有力な候補として挙げられているのがニュートラリーノである。もし、ニュートラリーノが存在すれば、それらが互いに衝突することによって発生する、家電粒子が、 AMS-02 によって観測されるはずである。非電子、汎用子、ガンマ線の放出などが検出されれば、ニュートラリーノや他の暗黒物質候補の存在を示す兆候となり得る。物質を構成する最小単位の一つとして、クオークという素粒子がある。クオークには、アップ、ダウン、ストレンジ、チャーム、ボトム、トップの6種類が存在するが、 地球上にある通常の物質はこのうちのアップとダウンの2種類のみから構成されており、その理由については不明である。一方、アップダウンストレンジの3つのクオークから構成される粒子群、ストレンジレッドの存在が仮説として提唱されている。ストレンジレッドは通常のアップダウンクオークからなる物質と比べて質量が極めて大きい割には、 電荷が極端に小さく、全く新しい形態の物質であると予想されているが、実際に観測された例は、まだない。ストレンジレッドが宇宙空間を漂っているという仮説もあり、AMS-02 にはこの仮説の検証材料となる観測結果が期待されている。有人火星飛行をする際において、大きな障害となるのが宇宙船である。 その量を正確に測定し、適切な対策を施すことが絶対に必要とされている。今日までに行われた宇宙船研究のほとんどは気球によるものだったが、その観測期間は実験によって大きく異なっていた。AMS-0 には予定通りなら ISS 上で10から18年にわたって使用され、その間に、陽子から 鉄の原子核に至るまでの幅広いエネルギー範囲の宇宙船の流れを長期間にわたって測定することが可能になる。さらにこのデータは有人宇宙飛行の放射線防御の研究に利用されるだけでなく宇宙背景復射や宇宙船の起源についての理解を深めさせることが期待されている。AMS-0 にはスペースシャトルの飛行計画が 明らかにされなかったことにより、数年の間打ち上げられるのかどうかもわからない状態に置かれていた。2003年のコロンビア号事故の後、NASA はシャトルの飛行回数を減らし、残った機体を2010年までに退役させることを決定した。多くの飛行が当初の計画からキャンセルされ、AMS-0 にもその例外ではなかった。2006年に NASA は、 AMS-02 をステーションに運ぶためのいくつかの代替案を検討したが、そのすべては費用がかかりすぎて実行できないことが明らかにされた。2008年5月、シャトルの飛行を追加して2010年か2011年に AMS-02 を ISS に設置する予算案が提出された。議案は2008年7月11日に、 会員本会議を通過した後、上院の商業、科学、運輸委員会に送られ、そこでも承認された。一部を修正された後、同年9月25日に再度上院本会議を通過し、9月27日に会員で可決された。10月15日、ブッシュ大統領が同案に署名し、NASA はシャトルを退役させる前に、追加の飛行を行うことが許可された。 2009年1月、NASA は AMS-02 のシャトルへの搭載飛行予定を修正。最終的には2011年5月の STS-134 で打ち上げられた。ありがとうございます。